今回は洗濯ジャブジャブさんにお邪魔しております。こちらこの洗濯ジャブジャブを経営していらっしゃるのが株式会社大地さんですよね。はい、そちらの従業員でいらっしゃいます渡辺さんです。今日はよろしくお願いいたします。洗濯ジャブジャブ、まあ、その名の通りですけれども、はい、こちらがコインランドリーですよね。はい、はい、他にコインランドリーの他にはクリーニングの取り次ぎをしています。はい、コインランドリーとクリーニングの取り次ぎということですね。はい、これは今何台あるんですか、ここにこのマシンが。洗濯乾燥で3台で乾燥機だけ4台としております。なるほど、これかなり大容量ですよね。そうですね、1回に2枚、3枚毛布2、3枚が、そうですね、うん、洗えます。洗えるんですね。はい、わかりました。これこれが洗濯乾燥、はい、でこちらが乾燥機だけ、はい、まあ、でもこれからね寒くなったりするとすぐ乾かないから、そうですね、うん、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、これちょっと何ですか。これは靴を洗って乾燥できる、はい、洗濯機乾燥になっています。靴を洗う、はい、下で靴をガーッと洗って上で乾燥してくれます。これどんな靴でも洗えるんですか。革靴とかは無理なんですけど、スニーカーとか、うん、ナイキのシューズとか、うん、革靴以外だったら、はい、私初めて見ましたけど、これ普通あるんですか、こういうの。徐々に増えてはきています。洗濯ジャブジャブさんですが、営業時間は今どんな感じですか。9時から4時までになっています。営業時間についてはこれからか今後変更の可能性もあるということで、変更になりましたらまた町のホームページとかで、ね、ご案内することになると思います。よろしくお願いします。一応この渡辺さんと知り合いになって、それで、うん、お前行けっていうことでいや一番はやっぱり人の応対がちょっとね慣れてないですから今朝は一応霜が降りましてね、ガラスがちょっと降ってました。まあ時間が遅いからね結構大丈夫ですけど、これからだんだん雪とか降られるとかなり厳しくなりますね。木製品がやっぱ一応みんな欲しがりましたね。これは社長の方で作って、まあ前から作っておいたものを持ってきたみたいな。ここをちょっと活躍中で、まあ、使ってもらえるような目線にしたいと思いますけどね。